名古屋駅近くのシネマスコールです。今日は俳優の東出昌大さんが1日支配人を務めるということで、朝から多くの人が行列を作っています。先頭に並んだ人は4時です。朝4時ですか。はい、はい、東出さん の、 あの支配人姿を拝見することです。シネマスコーレの朝は劇場内の掃除から始まります。東出支配人ももちろん掃除。東出さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり支配人は朝の掃除から。そうですね、まあ、映画も一緒なので、はい、映画のシーンでもこういうのあったんですけど、はい、なんか親戚のおじちゃんのところに遊びに来たみたいな感じです。いやか、映画館を作るんですか、名古屋に。そう言ったら監督が。東出さんはこのほど全国で公開されるシネマスコーレを舞台に描いた青春群像劇の主演映画の PR のために一日支配人を務めました。この日は東出さんが自ら前売り券やパンフレットを販売。はい、はい、どうも。ごめんなさい。はい、じゃあ失礼しながら、もらってください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。訪れたファンは。東出さんがその場でサインを書いていて、直接お金を受け取ってパンフレット渡してくださると思わなくて、なんかそれはすごい貴重でありがたい機会だなと思ってます。参考順に並んでください。お入りください。はい、1番の方、番号を呼んでください。お客さんの整理券の受け取りも支配人の大切な仕事。じゃあ19、ありがとうございます。20番台の方、東出さんです。映画の上映前にはこんなアナウンスも。劇場内は禁煙となっております。お煙草をお吸いの際は支店の場所にてお願いいたします。また場内でのお食事、アルコール類は禁止とさせていただいております。皆様方のご協力をお願いします。一日支配人を務めた東出さんはシネマスコーレについて。すいません、ちょっと行ってまいります。ありがとうございます。今日はあったかい時間です。みんなのんびりしてて、ほんわかしてて、うん、この何気ない楽しさみたいな、別に映画祭の大きな映画祭のレッドカーペットの上を歩くとかっていうことではないけど、この何気ないっていうのが何なら一番の思い出になったりするかもしれないし、うん、楽しいです。今日はお祭り騒ぎで。シネマスコーレはこれからも続くだろうし、シネマスコーレはこれからもいい映画をお客様に届け続けると思うので、名古屋にシネマスコーレありっていうのは、日本映画界の中で宝物な財産のようなものになっていると思います。